エシポンこんばんざい。トモさん、やあやあ、ありがとう、今日会えたね。チェキもありがとう。眠いんですよ。クラモンこんばんざい。キシさんこんばんざい。これ美味しいからね。ありがとう、ラブって。こんばんは、こんばんざい、ありがとう。スクショ、スクショタイム。ワンマンまでに伸びてそう。ありがとう、こちらこそ。トモさん、 DM できなかったんだよね。お話ししたね、ちょっと。なんでだろう、今日実は内巻きしてたの。えらくない、おうおう、えらい。ちょっとね、昨日切ったんだよね、これぐらい。なんでだろう、5、10センチいかない、5センチぐらい切れた。ピエンビとやっほー、じゃんじゃん、と染めたいな。ちーたん、こんばんざい。なんかね、もうこっちとこっちの色が違うから統一させたい。でも美人だ、ありがとう。レディーがパパンチャレチチュン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 、わかんないけど、レディーがこんばんざい。お様は今配信中のそうなの、ツイッター見てなかったら気づか、ツイッター見てなかなかった。今のピエンビとのが、うん、ツイッターで告知配信しますって人顔。ふくゆきさんこんばんは。じいちゃん、アイムの足行く姿、え、可愛かった、ありがとう。来てよ。ちなみにこれを着てました。16はどうですか、可愛い。しゅんくん、ポッとけた声で同時配信さ、あゆちゃんこんばんだい。レディーガガです。ちゃ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 やばいよね、こんばんだい。レディーガガです。ちゃちゃこれしかないです。レディーガ、しかもレディーガガこうやったんだ。違うね、多分。じゃあちょっとレディーガガっぽく唇をちょっとぷっくりしたいと思います。朝日々とそれはこうなる。コヘイくんこんばんだい。アンシャこんばんだい。そう簡単にいけない、それはそう、本当にいつでも待ってる。大きくなったら立派な朝日みたいな、もう大きいじゃん。でかいし、でかいし、でかいじゃん。レディーガガ、そう、レディーガガ春川あゆみ、すごいリップめちゃめちゃ寝てる。あ、分かった、本当日曜まで雨模様、天候が心配。日曜まで雨なの、それは悲しい。やだ、朝日みたいな。でも配信だからまだ、あ、こういうファッションかなって思われると思う。ゆきさんこんばんだい、ありがとう。痩せてちっちゃくなって、でも本当に痩せてね、めっちゃびっくりしてる。レデーになっちゃった、レデーってなっちゃった、ダサいです。ふざふざ、あ、ごめんね。でも会いたい気持ちだけはある。閉じちゃった。一緒来れる時来てよ。ごめんね、ちょっともう一回帰るわ。がただのジエちゃんのことになって、あ、確かに今そう勘違いした。だってもさ、朝日人もさ、朝日っていう人だよ、ジュリアだよ、それは。よし、今日はレディアイアイというテロップでいきます。でも朝日人だもん、あなた。今日は大人のお姉さんって感じがするわね。服が大人っぽいかもしれない。あみお疲れ様でしたら、ありがとう、お母さん見てくれたんでしょ。やっぴやっぴ、いつもやっほー、カイト、お疲れ様。また新しいの考えないと。ありがとう、勝利くん。考えたら別に許すというわけではないんだけどな。行くならライブを生で見たい。まあそれはそう、前髪切ったでしょって、あった時忘れた。そう、前髪切ったのよ。アギティさんこんばんは、ありがとう。えいえい、浮き輪か、今日もちょっと切った、ここら辺。まだか、見てないか。ごめんなくいち。あ、全然全然。大江町行くかの相談中です。よかったよかった、大丈夫かな。で、うちさんこんばんざい。ここに転べ。あいまるこんばんざい。あいちゃんの浮世和歌の歌わりパターンが、そう、私まだこれ踊ったことしかないのでね。いい相談。どこがいいんだろう。歌うならどこかな。けちゃん、私服で特典会ってことは実質今日はないってことだね。でもけいちゃんはスーツだったからお仕事帰りってことだね。遊戯王電話のできず、おいい、どうよ、耳にがない、違うから。でもこれはわざとなので、ネタまでいかないほどの無敵になって、
強いらしいよ。変顔ばかしはどうしよう。ビーチから大手町の T にも、ああ届いた、早い。ゆうきくんだけ先、あでもダメ、これ前で届いた。テカテカって今日はね早くしようって思ってメイク直してなかったんですよ。今日の服良かった？見ない。ルナっぽいですね。わかんない。真っ黒。はい、オッケー、これだっけ。ありがとうともさん。なんか食べに、なんかリップの味がする。やばい。そうなの？かけてくれて。揃えるのにお金めっちゃかかりそう。まぶた、そうまぶたね。まぶたかか。ゆうちゃんおはよう。まちさんこんばんは。すごいリップ塗っちゃった。まちさんだよ。え、ありがとう。そう新章だったんだよ今日。あれだよ、イカリングって言ったらさ、松戸ケイリンでもさ、新衣装着てみたいけどさ、クールポコのネタ思い出すよね。新衣装着たらやばそう。ピーさん5000円で売れるカード当てててくさ、え、すごっ。ふみちゃんのとこは何より夢。ふみちゃんのとこ、あー確かに消されちゃったね。あ、キョンコのやつね。たぶんどうせクーちゃん、やっほー。じゃあみんなが最後にゴーありがとう、DM 見た。そう待って、見ててみんな。好きやなでしょ、好きやなのカード。え、めっちゃ形綺麗じゃない。やば、見て、めっちゃ綺麗じゃない形。見て、やばくない。綺麗にするって、それもらえなよ、強いじゃん。これティントだからね、落ちないんだよね。やばい、どうしよう。なんて読むかわかんないけど、ムシムシムシ。やばくない？めっちゃ綺麗。ハート型。なんて読むかわかんない。あ、ちょうど書いてくる。お疲れ様。ゆうちゃんパパ。好きやなーだよ。あれだけ添えて。疲れちゃん。チキとさ、ジュリアをそこ置いてさ、召喚としたら多分強いよ。かわいい？ジュリア。嬉しい。やっぱリビングの方が盛れる。メイさんとアイちゃんのポスターのように娘のポスターのね、バグ。あれ？回収しといて。これしてる？あゆちゅうして、あゆちゅう、あ、シータあゆちゅうしてるから。あゆちゅうって何？あゆちゅう、あゆちゅう、はいちゅう。あはっ、また改めてね、改めてありがとう。今日、そっか、3年、今日で、ね、あ、15日って15日だね、今日。何、ありがとう、こちらこそ。え、そうだな、ちょっと待った。え、何のこと？今日滑ってない。今日滑ってないから。あ、そうだ、何のことかな。タクパーティーで始まる方違反です。特別特別プレゼント、キックのコメありがとう。4ラクってことは毎日配信してるってことだね。昔 AKB48 の PSP のなんだっけ、 AKB48 48分の1っていうやつで、あのキスマークのシールがね、特典でついてたの。私あれめっちゃね、あ、きれい、形綺麗だなっていう推しがあって、滑ってたっけ。でもそう、記憶にない、滑った記憶がないないの。すいませんでした。あ、会いたい、ゆうちゃん、あ、こんばんない、にありがとう、やんらくどこめ、ありがとう。キスマークの購入、皆様、みおちゃんのところにね、よろしくお願いします。ぜひぜひ応援の方。だってさ、これティッシュでさ一回やってんのに、この色だよ。ワンダヤッホ、ワンディー、ワンディー、こっち、アリスインワンディーランドで、ディーどっちかな。草ってチリちゃん、草って言った。草あれだよ、勝つ方と逆でやればいいんだよ。ちょっと、うん、ワンディー、話したことない新面が増えてくわね。そうね、ちょっと大丈夫で送ってあげて。あれでしょ、何の曲が一番好きですかって質問したでしょね。特典かわいい、ありがとう、ありがとう。ありがとうが揃った。ありがとう、カメ、ありがとう。大丈夫かなって、しおちゃん今日撮ってくれた。今日しおちゃん、あのいい撮るのうまいんですよ。がしおちゃんが撮ってくれて、フルスカートジュリアのあれちゅうってことがやば。あれちゅう、アルチューしてるか、寝る前でよかった、寝落ちしちゃう前に。いたの、あ、投票忘れてた。いつも投票忘れじゃん。朝からだからついにいいね、ありがとう。ワンダいい、いい方だよ、ありがとう。それを初めてあのサンタさんにもらったんですよ。あの1回目のやつをサンタさんがくれて、スペシャルボックスみたいなやつを。
キーありがとう。キャイナキョンコ顎を使って、でもキュッスペシャル特典しますか。キャイナキョンコ TT 兄弟カラカラカイ、あ、送らないの2人とも本名じゃん。リプレイ送ってるみたら、あいつさんこんばんざい、お隣からこんばんざい、ことじいちゃんとこから来たんかな。あ、じゃあ公式に、ね、なんで今さっき困ってたんだけど、公式でもいいかもね、コメント。そっからなんか私たち結構あのプレゼントでお手紙もらった時は一回運営さんが読んでからもらうので同じかな、いいと思う。それもサンタちゃんからもらったら、いいね来てるの知ってるからちゃんと分かってるよ。でもたまにね、めっちゃ覚えてるその時の、ふんってしてしない時あるよ。そう、お待ち騒ぎ、あえてよかったんごしや。次は16日、よく癖でこれやっちゃうんだけど、これやっちゃう人いない、待ってるよ。横浜人の歯を出すの、これだったら16日ご予約お願いします。横浜です、横浜です、来てください。横浜来てください。ダイビーおじさん、全然まだ目標に達してない。あるよ、待ってます、横浜待ってます。そうですか、うん、横浜であるので、これまた星投げ終わったらおすすめ配信してるから寝れなくて、どうです、それできない。今度夢の中にあゆみが現れそうね。え、嘘、夢、あ、そうか、あやってか、はい、今出てくるかな。これたまに浜海さんこんばんざい、いやだよ、全然読めた、トイレ寄ってなかったね、修復してめ、え、ありがとう、本当に。そう、ジリアさん血液型なんか生で見た方が可愛い、すごい私服は、あ、なんか着てみたら予想と違って、結構大型って言われて、これどうですか、こっちの方がどうですかとか、すごい合わせてもらって A 型です。だめよ、 A 型だよ。1994年12月2日千葉県生まれ、今日の会話でいつか愛ちゃんに言われると思ってた、ゆずゆとどうでした。いて座とヘビ使い座を掛け持ちしています。みんなのことを、僕も A 型になって、みんなのこと見てるよ、本当に嬉しい。そうそう、ありがとう、嬉しい、ただいさんよっ、何の審査、 A 型なの。今日のライブがね YouTube で見れるので見てください、うん、みんな手首切る。これヘビス書いてみようってなんて書いてみてくれたの、ありがとう。同じ血だね。ゆうくん、え、こんばんは、久しぶり。待ってた。ケイちゃん上手になったの。ツイッターでは見るよ。これ今日。こちらこそありがとう。万全ハースト。今でも覚えてる。切る場所減らってる。だってジリそこで置けますからね。ラブですか。言われる。几帳面なんだ。私もいや。ね、そうだね、可愛いですね。可愛い今の。合わなかった。確か。ジュニーさん、こんばんざい。久しぶりにしなかったかなって。変な話出た。私も汗かきだから一緒。うん。ジュリちゃんを減らすしないんです。本当だよ。ジュリちゃんとかあった初めて、ジャンピンアップジャパン。可愛かった、ちゃんと見てた。いすぎちゃった。え、そうそうそう。結構奥行ってた。奥行っちゃう。輸血して A 型になってくる、自分絶対。動画で。変顔やめなさい、変顔しちゃうのよく。で今日はあの変顔のポジションじゃなかった、しゃくれ下手だわ。しゃくれめっちゃうまいよ、めっちゃうまいね。うまい、キュンクキュン、しゃくれるプラネットのまんまだもん、キュンクキュン、お辞儀したくて、あ、かわいい、え、ありがとう、見てくれ、映ってた、愛してるから映画、いつもそこ映ってるのかなって思ってね、うちの人がね絶対お辞儀をするんですよ。びっくりの B、 最後に履ける人がお辞儀をするの、お久しぶりです、かな、ありがとう、 A、 ドライブ終わってるからね、ピースですか、新曲がいっぱい、いろんな、すごい声量あったんだね、すごい声量あったんだね、めっちゃ、え、見たい、ゆみちゃんがこうやって振ってて止めるの、あんちゃんってかわいすぎない、ちっちゃちっちゃ、マスカットミックスって、マスカって美味しいよ、これ本当に美味しい、それ美味しいよね、白ぶどう全然薄かった、うん、それ水だもん、出会って1年だけど、ね、そうだよね、マイペース、あれが良かった、あの何のユニットそれ、これ切ってるやつ、ピスリマサさ、盛大にやる、盛大にビッグドンキー行きたくなったから
ダメです。ポンポテト今度せっかくまた台湾カメラの仕事月獅子さんと違うけど、歌ね。あ、そうじゃん。いつだっけ、17だっけ。え、思ってたんだよ、会えるのかなって。次のライブは16、17日に、渋谷ビーチと大井町で2本ライブがあります。17日は2本あるので来てくださいね。でも会いに来て、お願いだから会いに来て。でしかも今まだ誰もいないの。16日さ、前に今日告知回したんだけどさ、16日今まだ0人なんだ。だからね、お迎えに来て。チーネとピッスリマセさん、なんかやばそう。なんかそうだね。え、ね、みんな言いたいことがあるんだよ。みんな、あの、めっちゃ美味しいこれ。めっちゃ美味しいこれ。よかったね、買えて、よかったの一個で。あとね、あの、なんだっけ、チリ味買った。あ、そっか。これなんどこだっけな、どっかのパーキングで買った。17日来てくれるじゃん。エビのおせんべいすごい大好きなんだけど、てかおせんべいがすごい大好きなんだけどね、あのおせんべい屋さんみたいなのあって、チリちゃんが教えてくれて買っちゃったよ。なんと立派なジリアちゃんです。これはみんさんが教えてくれて、セブンイレブンのやつ、これめっちゃ美味しい。で今これだったらジリマジボブ、ほんとだ、ボブじゃん、やば。え、これボブじゃない、めっちゃボブ、やば。もういいよ黒いボブ確かに、ゆうみちゃんに追加する。リーダーダメですか、うん、リーダー。あとこれはしおちゃんが、これふみさんとかが教えてくれて、ボブでこれも美味しいよって。食べ過ぎです、ダメですか、リーダー。みんなにおすすめされたの買っちゃった。あと今日ね、なんと重大発表、重大発表じゃないです、北海道より。え、ちょっとよ、サクチョコパイ食べた、単顔になれた、マックの伝道師なので。でもくんちゃんと運命感じてたけど大丈夫？3大10代でした。10代アップじゃないけど。え、ありがとう、ここだけメール送るね。じゃあメカはなんだが、これ今バブだよ。私の目標はここだけメール送る。ごめんごめんごめん、充電のやつ来ちゃった。眠ね。あ、静岡かな。ボブ似合ってる、だいぶ本当？本当ね。あ、本当ね。書いてあるわ。南地たどうろ。みはみはまインターネット。私が読むより見せた方が早いよ。多分。ここです。美味しかった。あ、これだ。おすすめです。何何言って。正直だから。あ、そうそうそう。でさっき言ってきたのはこのライブの情報ですね。これを今日もちょっと。でもみんなね、こちら今日ありがとうございました。この軍艦ってところ初めて。なんかすごい綺麗なところでした、物販会場が。だけどライブ会場と離れてて大変でした。いっぱい入ってるのよ、いくらぐらいかな、ちっちゃかった。おすすめです、もし地方に行くときとか。このどこなんだろうね、このさっき見えるでしょ、商品名がエビセンいろいろだって。可愛くない、エビセンいろいろ。今一番の敵は遊戯王。え、それはそう、遊戯王とハラケン、マジハラケン ぶっ飛ばす。キギイチあんな格好してるから、ね、無様、春川さんですね。あの物販をこれからあのこれフェイスシールマスクのやつにハラケンは別に強くない、それな、勝負する気分なんて、まあ、顔が見えるっていうのがまあいいところだと思います。あ、スタイスティックタイプ、そう、もっとバーにバーとか、確かに可愛かった。ありがとうございます。タナシュンが珍しく素直一番僕がカメラ切り替えが映ってるのファボで、ね、そうだよね、変顔でも私ね、変顔じゃなかったん今日。ゆみちゃんしてなかったんだよね。あ、どなたか一緒、あ、そうよ、あのね、バンザイハウスでね、一緒に住んでるのよ。ダメって言われた、まあ、ジュリちゃんとメイさんがいるよ。おしめのしめん、カズさんありがとう、かわよって、おつありがとう。え、チャンピンの横移動、あ、そうそうそう、こういうとこでね、ちょっと間違えた。田中義雄の推しメンの推しメン、待ってね、読んでなかった、ね、ける土曜の昼間は一番しし、そうだったの、おつありがとう。しかもスマホは、ま、そうなの、会いたい、キュウヤの休職結婚しよう。え、今日16、あの16日来られる人いますか。田中さん休みで3時間配信、来た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 、湧いてきた声声お疲れ様です。ありがとう、ケイちゃん。ケイちゃん、おやすみってことは寝ちゃうってことだね。
おしめんのおしめんは実質おしめん。ジュリアちょっと我慢した。ジュリアがもう少し歌が上手かったらおしめんだったっていう。変えました。でも本当にまだ下手だった3、4年前ぐらい。おじゃんがもう少し歌が上手かったらおしめん。このあんたも覚えてるでしょ。本当に美味しかった。で横浜いっぱい店舗があるらしい。ジュリアちゃん待ってるね。彼横浜のライブの日16日。スクショ、あ、そうだ。スクショタイムスタート。そう、マックの電動字。マックマック。チャレこんばんは。久しぶり、チャルで。そう、まあ、あのちょっと肌荒れがねいい感じだったのですごく継続したいと思います。はい、はい、あーどうやった、ハラケンのマネやめて。そう、マウスガードに入れた。ゆうみちや、ポルト今クーポンえ、ねえ、そう今日配信ライブ食べたかったね。パクチャー好きなんですよ、マックが。で今日も食べてた、マック。すごい食べたかったけど我慢した。次のライブは16日なんですけど、もし会いに来れるよって人いたらね、本当にお待ちしてます。0人だけど目標5人って言ってるからさ、来てくれたら嬉しいな。16休みだったのに削られた。え、それは社長ぶっこだよ。ぶっこぶっこぶっこって言ってた。怖い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 。ジュリーおやすみ。タラシュンシュン、食べます、私の分まで食べて。では終わりにします。使いやすかった。バイバイ。ここだけちょっと当たるけど、ぶっこ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 って言っといて、みんな。では皆さん、次回に夢で会えたら5ポイント。バイバーイ。え、ね、17日がどっちだっけ。日本橋だっけ。ピーツと大井町。大井町の方。大井町じゃない、大井町、大井町か、大井町。深夜お疲れ様、ありがとう深夜いつも。ヘッチさんおやすみなさい。きっとこの後メイさん配信するよ、いつかわかんないけど。すぐヘッチさんすぐだって。メイさんリッツおやすみ、うん、ありがとう。バイバイ。しますよ。あ、じゃあ大サービス、今日の肉まんちゃん肉まんちゃん、肉まんちゃんが来た。うん、物販終わりに。え、いいな、クレープ食べたの。クレープ食べたい。もうね、バンザイハウスはクレープ食べたいって言ってる、ずっと。おじさんこんばんざい。おじさん、あゆちゃん17日リプ。え、なに17日、予約のやつのリプ。え、嘘、今返してないのあると。あった、それは申し訳ない、返す、ごめんね。あ、そう、顎に引っ掛ける。あの、本当にごめん、あの、気をつけないで。ということで今日のライブ告知、これ明日も使うのでね、綺麗。ちなみにこっちが昨日の字、個室習ってたので。よく言われる、本当って。嘘じゃないよ16に違うセミちゃん、あるか、あゆみ、誰、浮気相手。楽しみ、かまんざい。こちらです、こちら。16日あの、はい、来てください。とても来てほしいライブ。あ、そう、18日もあるんだわ。ちょ、18日どこだっけな。18日渋谷スペースオートだ。そうだ、ロピロピさん、いつもお世話になってるロピロピさん。多分じいちゃん今からお風呂入るよ。え、絶対そうだよ、ね、さっきメイさんの予告したから、私はじいちゃんの予告する。言っちゃうよ、ジュリア。何が、お、ダメ、お、ダメ、お、言っちゃうからな。ダメです。何してるの。書いてる。何を、すごい不思議な人になってるやつ。あの、あゆちゃん親子、本当売れていい、これ は, はる、え、え、まだ今だって、でも受賞じゃないよ、飾られたことあるの、街の展示会みたいなやつで。これ春川署なんで、イエイイエイ。あのね、あの、めっちゃ来てくれた人はめっちゃあります。イエイ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 。見えてね、嘘。18、全部来てね、全部待ってます。一つだけでもいいのでね。あゆちゃん推しの人はあゆちゃん予約でね。あゆちゃん予約の人はあゆちゃん推しだよって。イエイイエイ。
これじゃないから別にあいつ。オーケー、わかった。見る、見る、見る。掘り返す。ありがとう。もっと撮ったやん。めいちゃん街中見てたら、おいそう。まだ起きてた。うん、まだ起きてた。どこ行ったの？と。これ言われる。パターンチェンジ。うん、あ、ありがとうチョレ。見えないですって言った方がいい。おって。でもなんか急ぎ、なんか急いでも言われたから、でもどういう意味なのか。でも告知、全然全然ありがとう。うん、俺が自分との中でちょっと推しの子好きな感じで親のきゃしおちゃんと似てるあの人ということで、イエイエイ。あと明日そうだ、公式配信もあるので、公式配信と個人ルームね、見に来てください。待ってます。これ拡散して、それ書いてたのね、あなた。スクショタイム。何書いてんだけど。そうよ、よし配信しよう。キョンコヤッホー、スクショしたみんな、うん、はい、スクショタイムでした。チカハルカバージョン、はい、オッケーですか。まあ野菜なの、おいていい。おやすみヤシパン。といや仲良いってことね。いや仲良い、あ、そういうことね。みんなじゃあそろそろ終わりたいと思います。新しいのが多分まだね、お披露目してないのが何回で来ようと思います。お見逃しなく。私だよね、ゆうき。スクショ、スクショ。あ、ナポレオンさん、赤羽さん、おやすみなさい。出たんですか。はい。あゆみーちゃん。ちなみに今日の、あの、じゃあ今日のね、このティント、こちら、こちらのリップのね、いいところをどれだけ取れるのかっていう検証したいと思う。ほら、全然色、全然色落ちない。すごくない？逆に困っちゃう。どうしよう。え、でもさ、たまにほんとさ、お化粧落としても落ちない時あるし。あるあるある。でもそしたらなんかさ、床さこうピリピリ、わかる？わかるわかる。え、やばい、どうしよう、ちょっとオーバー。すごいよね、やっぱ女の子のメイク用品最近。これの眉毛バージョンもあるんだよ。すっぺんに騙されちゃダメだよ。嘘です。女の子がね、可愛いってね、あの、可愛くなる、あの、なんだろう、こういうのがあるんだって思って見ててください。誰だよ。そうそうそう。やばくない？あの、やっぱね、あの、このティントっていうんですけど、あの、ご飯食べちゃったりしても、あの、やっぱ取れちゃうんですよ、リップって。だけど取れないんですよ、こういうのって。だから、あの、すごいなって。そういうとこもね、あの、あの、そうですね、乙女心がね、すごいわかる。フルボールがすごいわかる。リップ、リップがわかる。お前ら、お前ら言った。ロー、ほら、お風呂入る。そういうの買いすぎ。ロー、めっちゃハテナって言ってんじゃん。勉強になります。だから、なんだっけ、例えば、あの、ご飯いたとするじゃないですか。もしかしたらあなたたちが、あの、いつでも可愛く入れるように、やっぱりずっと落ちないリップとか塗るわけですよ。マスクとかするじゃないですか。落ちちゃうんですね、リップって。だけどこういうのを塗って、あの、なんだろう、ずっと可愛くいようっていう、色が落ちないようにっていう乙女心で。どうったかな、あの、マスクで例えたらいいと思う。そう、そういう乙女心ですね。だからこっちおすすめですってこと。来てね、こちらお待ちしてます。リップ返してなかったすいません、の、後ほど返します。これ終わったらすぐ返す。ということで、レディアイアイでした。レディアイアイ。また多分この服を着るときはね、来るかと思いますので、レディアイアイ待ちしててください。小話勉強になります。ありがとうございます、かおりさん。おやすみ。夕日ありがとう。好き、本当
小村さんありがとう。いつでも可愛く聞きたいってこと、そういうこと。天才なね商品なんですよ。あ、これステマとかじゃないですPR とかじゃないです、全然。そういうことです。ありがとうございました。今日もゆったりと話し、来日お待ちして、お待ちしてください。なんかまたいつかはここにね書く日が来るかもしれない。ではまた明日配信待ってるね。ね、そんな久しぶりなのに定期的に遊び来てね。バイバイ。お疲れ様、ゆうきと楽しん、と回答、ねえすみん、バイバイ。よしぽんと、ゆうきスキッポよーって、あ、スキッポじゃなくなってる、スキッポよチャレンジ、バイバイ。ありがとうございました。切ります。